のテーマが提案力とかプレゼン力、ジュンペイさんすごい強いなっていうふうに思ってるんですけど、ありがとうございます、はい、元から強かったのか、それとも何か経験して強くなってたかでいうと、昔は結構ダメダメで、喋るのはそんなに苦手じゃなかったけれども、うん、言わなきゃいけないことをちゃんと言うっていうのが上手だったっていうだけ、それじゃ提案って言わないんだよね、はい、なかなか受注にもつながんなかったりとか、うん、成果にもつながんなかったりするんだけど、お客さんの本質的な課題は何なんだろうっていうのをちゃんと考えるようになった時ぐらいから、提案っていうのが少し上手になってきたかなっていうのは思った。うん、どのタイミングで自分はこのままじゃダメだなって思ったんですか？喜んでくれるお客さんと普通のお客さんって言って、前職の時なんけどね、人に物件を紹介して契約をしてもらって仲介の手数料としていくらもらうみたいな仕組みやからさ、喜んでくれる人も喜ばない人もやってる行為は一緒なのに、喜ばない人が一部いるぞと。何が違うのかってなった時に、課題解決できてるかどうかは別でさ、片方のお客さんは達成したかったものがこれで達成されたっていう喜びがあったかもしれないし、もう片方の人は見つかったことに対するありがとうっていうことだけみたいな、なんかそういうところがやっぱりあったのかなっていうのは感じてて、お客さんの課題って何なんだろうっていうのを真剣に考えるようになってからが提案っていう風になりだしたかなって、うんうん、そこからやってきた内容を変えたんですか？疑うようになった。お客さんを疑うっていうのが聞こえ悪いのかもしれんけど、お客さんがやりたいと思っていることが必ずしも正解とは限らないんだなっていう風に思ったというか、オフィスの仲介をやってた時に高立地のところに移転したいっていう話があって、なんでですかって聞くと、みんなの通勤の利便性がいいから。今なんか不満が出てるんですかみたいな、そうやねみたいな。本当に高立地がいいのかっていうのを調べて、社員さんの住所ブワーっと地図にプロットした時に、高立地にするとこの人たちからするとむっちゃ遠くなったりとか、逆に今までほとんど車通勤してきた人たちが高立地になると渋滞で行って帰れなくなりますよっていう話になった時に、高立地じゃないですよ、これって提案なのよ。お客さんはなんとなく通勤利便性を上げるために高立地なところに来た方が通勤しやすいんじゃないかっていうのを持って、何をしたいかっていうこのファットの部分が答えてるわけないけれども、聞かないといけないのは何をしたいかよりもなぜそれがしたいのかっていうことの方が大事で、ファイの部分をちゃんと聞く。そしたら高立地に停したい、なぜならば社員の通勤の利便性を高めたいから。解決すべきことはこっちで、高立地かどうかは手段でしかないよ。それやったら御社8割車出勤なので、むしろ中心部から2駅離れて駐車場単価が安い事務所直結した自走式の駐車場がついているこっちの方が絶対社員さん喜びますよって言って、移転後に社員アンケート取った結果、むちゃくちゃ通勤利便性が良くなったっていう、これが解決。お客さんが言ってることを信じるなとかダメだとかって思うわけではなくて、思いついた手段を言ってくれてるだけで、やりたいことの成果につながるかどうかはまた別やでっていうのをちゃんと見ないと、お客さん喜んでくれないよっていうのは考えるんだ。ちなみに提案力を分解するとどんな力が必要になりますか？ヒアリング力、課題発見能力、課題に対する適切な解決策の思考力、あとはそれをちゃんと納得してもらえるプレゼン力、まあ、この4つかな。それってどうやって身につきますか？提案力が上手い人って口八丁手八丁とか、うまく言うやんみたいな人を想像するかもしれないけど、はい、その人のために何がいいのかっていうのを真剣に悩んであげる力みたいなものが提案力を上げるためにはすごく大事で、この4つ言ったけどさ、どっかが弱くてもいいわけよ。それ以上に本当にこの人のために考えてるやつって思考の数が多いよ。解決策も一番いいのはこれじゃないかって考えるし、プレゼンも本気度が乗るから、本気度に勝るプレゼンってなくてさ、本気で解決したいと思うから真剣に聞けよ。これの根っこさえあればこの4つって結構網羅できるっちゃうね。なるほど。テクニックというよりはどれだけその企業に本気で向き合えるかみたいな、興味が湧くかどうかってめっちゃ大事でさ、うん、好きでもない人のことに真剣になれんとよ。はい、本当にこうリスペクトする気持ちみたいなものがないと本気になれなかったりするから、まずはそれを作るっていうのはすごい大事かな。で、その上でテクニックはいる、うん、コスパがいいとか、うん、効率がいいとか要素として出てくるよ。けどどんだけテクニックが溢れとっても根本の部分見失ってしまうと、うまいことやれる人で終わってしまうから、
課題を解決するっていうところが考えられるかっていうのは、この提案力を上げるためにはすごい重要かなと、うん、ちなみに興味ってどうやったら湧くとかありますか？人によって違うくってさ、すげえ好奇心旺盛な人とかは全然違うフィールドの話しても聞けたりするわけよか、あんまり好奇心が旺盛でない人っていう言い方が正しいのか分からんけど、そういう人はそもそも人の話にそんなに反応しないから、なかなかそこが持ちにくかったりとか、そうなった時に一番いいのは相手を好きになるための動機形成を自分でコントロールして作るか、自分とこのやってるサービスとか商品も心底好きになるか、このどっちかが満たされれば興味は湧くと思う。後者の方はさ、サービスとか商品の構造とか強みとかを真剣に考えたりとか改善していったりとかすることで育んでいけるものやと思うんだけど、もう一個の方ってなかなか難しいよ。お客さんに興味を持つって、はい、俺も前職苦手でさ、とりあえず言われた物件を入って紹介してたみたいな感じだったんだけど、売れるやつはもうお客さんとめっちゃ仲いいし、めちゃめちゃ喜ばれてるしっていうのを見た時に、これじゃいかんなと思って、まず最初にやったのが株を始めたっていう。どうやって興味を持とうと思った時に、そもそもどういう仕組みで成り立ってるのかっていうことすら分かってないし、分かってないから興味持てんてよ。全然知らんジャンルのことって興味持てへんだよね。例えば浦志さん、クリケットのルール分かる？分かんないよ。クリケットのルール分からんのに見せられても思んないやん。中身が分かっていくから面白くなっていくっていうのがあるんで、その取っかかりが難しかっただよね、どうにかしてその動機形成したいって思った時に、5万円か10万円かなんかでネット証券開いて、遊び程度に投資をしてみたい、投資するとお金がかかるから真剣にこの人の会社何やってんのやろって見るんでね、なるほど、って見出すと違和感気づくとよ、なんでこれで売れるっちゃう、他のところとやってるところと一緒やんみたいな、なんでやと思って見ると、この会社こういう部分が強いんやみたいな、ここまで行き着いたらあとは早いけど、なんで他に負けないのかとかっていう仕組み大好きだよね。きっかけはそんなところからだね。で、自分のお金がかかってると思って、いろんなお客さんを見てって、投資してみて、失敗した、成功したってあるわけやんか。すべての人がすべてのことをできるわけじゃないから、それは大前提やと思ってて、俺も不得意なこと腐るほどあるから、じゃあ、不得意な自分を突き動かすための一個前の動機形成をどうやってするかって俺結構重要やと思ってさ。例えば、カフェで勉強しようとしたらさ、スマホ家に置いてくれ言うわけよ、スマホ家に置いてきてカフェに行って勉強道具しかなかったらもうやらざるを得んし、でこういう環境を作るって結構大事、これが分かってる人はそれがない環境を作る、人に見られてると仕事の効率が上がる人ってめちゃめちゃ多いと思ってて、そういうのが関係ない人はね全然困ってやったらいいんやけど、そういうのが関係ある人は本当に飲食店とかで仕事をするっていうのはすごくいいこと、まあ、こういうのがセルフコントロール、自分をこうコントロールするっていうのはそういうところには現れるかな、それ最初から被ってなったんですか？めっちゃ迷ったよ、いろんな人の話聞いてみようとかって言って、ありますね、そもそも興味がねえからさ質問出らんわけよ、本気で興味持つために何せないかんかと考えた時に、話聞いたりとか会社案内調べたりとかホームページ見あさったりしたけど、根っこの解決策じゃないとよ、まだ動機はできてないのに見ようとしてるから、1時間同じ情報見ても2割ぐらいしか入ってこない、本気で欲しいっていう動機ができてる状態でそれ見ると10のこと覚えるわけよ、そのやり方はいろいろやってみて見つけたみたいな、まあ、自分に合うやり方がいいと思うけど、動機を形成するってのはすげえ大事やから、動機形成する前に詰め込まない方がいいよって、本気で欲しいと思ってる人の30時間と惰性でやってる30時間は、入る量は絶対違うと思う、後々効率悪くなるかな。動機形成のコントロールの手段を見つけるのもいろいろやってみないと分かんない、いろんなやり方があると思うけどね、営業展開自分の会の話だけど、全員に俺は絶対入賞してくるからって言いふらすとか、こういうので追い込むことで動機形成しやすい、自分のこと理解してやれてるっていうことです、ね、意外と分かっといてよ、やられたくないことをやられたら人が動き出すとかごめん、これでもネガティブ側やな、ポジティブ側やと、例えば奥さんに3年以内に一軒家建てるっていう約束してまうとか、そうなったらこんぐらい練習必要やなとかなるやん、だったらそんぐらい稼ぐためにどんだけやらないかんかっていうことが決まるやん、っていうのも十分大事な動機形成やと思うし、自分のやりたい未来を見せる、その手段は何でもいいってことですね、どっちかやと思う、未来を見せることでモチベーションが上がっていくタイプなのか、追い込まれることでモチベーションが上がるタイプなのか、でそこで興味持つようになって変わってった感じですか？そうね、興味持つようになったら全然違ったね、面白いわけよ、お話聞いてて、そのお客さんの話聞いてて、事業とかやり方とか、本気でそのなんか戦略を一緒に考えてる感じがしてさ、
相手に持っている興味って好きですっていう一言よりも10の質問の方が伝わるっていう、うん、質問が当たり障りのない浅い質問なのか、めっちゃうちの事業のこと興味持ってんなとかっていうのは、うん、そういう深い質問だったりいくつか並んだりとかした時にやっぱ出るかな。今から提案力を高めたい人がこれだけは大事にしろっていう挙げるとすれば何ですか？相手に興味を持つこと。相手に興味を持ったら課題も解決してあげたいと思うようになるし、ヒアリングも真剣になるし、解決策も必死で模索するやろし、提案もね一生懸命伝えようとするやろし、相手に興味を持つっていうのがすげえ重要かなと思います。ありがとうございました。はい。